スノーマン向井工事全額ただの謎テーマパークの真相迫る。モデルプレス2023-05-16スノーマンの向井工事が16日放送の関テレフジテレビ系バラエティ番組開け。パンドラの箱アンタッチャブルテレビ毎週火曜夜9時からにゲスト出演。京都にある謎テーマパークの真相に迫る。 向井孝二、アンタッチャブルテレビ、ゲスト出演この番組は、パンドラの箱、すなわち世の中にあふれる、残念危険不思議な事象に体あたりで取材を刊行アンタッチャブルテレビ、という番組タイトルの通り、時には、触れてはいけない事象にも切り込んでいく。入場料はもちろんアトラクションや食べ物までただ。これは京都のあるテーマパークについてのレビューだ。 果たして、そんなことがあり得るのか。アンタッチャブルが真相を明らかにすべく向かったのは京丹波町。突如、車窓に現れた看板には、陽気ハッスルランドというご機嫌な文字が踊る。